防衛大臣の岸信夫でございます。さて、今回の防衛省シンポジウムのテーマは戦略的な国際防衛協力の推進、自由で開かれたインド太平洋ビジョンを踏まえた防衛省の取り組みです。本日はお集まりの先生方によるパネルディスカッションを予定しておりますけれども、これに先立ちまして私から本日のシンポジウムのテーマであります自由で開かれたインド太平洋ビジョンにおける防衛省の取り組み、こちらについて、簡単にご説明をさせていただきたいというふうに思っております。なぜインド太平洋構想もしくはインド太平洋について、話を今日議論するのかということを私なりの考えとして皆さんの理解を深めていただくために申し上げたいと思います。日本にとっても、地域全体にとっても望ましい形にするというような観点からマルチの枠組みは活用していくべきだと思います。でクワッドは正直です、クワッドとポイップって同じなのかって話ですね。でここは、多くの国、中国もですけど別のものと見ている。今川島先生の方からインターネットの話が出ましたので、コロナ後のやっぱりその防衛協力のあり方というところでやっぱデジタル化をもっとこうどんどん取り入れていかなきゃいけないなって現場でも非常に感じているところでありまして、で例えばその冒険がその政策シミュレーションというのをずっとやってるわけなんですけど、結構これがその若い頃2025年スタディみたいなものをやってもうすでにその時代は来てしまって、で当時を考えるとそのフューチャースタディっていうのは間違えることもあるんですけれども、今の日本が世界の中で置かれている状況に危機感を持つ、それから個人がもっと努力しなきゃいけないと、やっぱりインディビジュアルなインパワーメントっていうのがないと日本全体の力が上がらないということだろうと思います。それをどうやって